はいえー、皆さんこんばんはカブ君でございますよろしくお願いします今僕は、えー、イタリア大会のフリースケーティングの前半の選手たちをライブで見ているところです今ソフィア・サモールズ・ドロバ選手の演技が終わって、えー、あのー、はいあのー、終わったところになりますが、えー、まずは皆様から頂い,いたコメントを読み上げていきたいと思います えー、ジュンリングさん、いつもありがとうございます。かぶくんのドイツでの演技を探してみます。楽しみです。あの、実はですね、ドイツではまだ僕、一回も演技したことないんですよ。多分イタリアのミラノかと思いますね。ミラノですね。うん。はい。えー、確か坂の上の雲でやってました。で、あのー、そうですね、再生リストのところからね、見つけることができると思いますので、えー、もし興味のある方は見ていただけると嬉しく思います。 はいでえー、とジュンリングさん、こちらも、えー、僕のフィギュアスケートの動画に対して、えー、すごいです。ジャンプやスピンの良さをフリりすぎや姿勢の良さがさらに引き立てているような気がします。あということでね、えー、ちょっと嬉しいですね。あのー、もっともっとこう頑張って、ねえー、成長できればなと思ってます。はいえー、そしてジュンリングさん、もう一丁ベルギーの列車、面白いですね。 屋外リポもいいいででですすねととううことでそうなんですよ結構日本とは違った雰囲気の、えー、電車でまあ,あの面白いと思うので、まあ、こういったものもやっていってます。でたまにその植物調査とかもやってるのでまああ,のあんまり僕はルールがありませんからね。でまあ、今はねフィギュアスケートシーズン入っちゃっててまああの結構ネタが結構そちらの方でありますので。えー、まあ あのシーズンが終わってくるとまあそうですねえそういうまあ植物動画とかね多めになってくると思うんですけどもねまあ、臨機応変にやっていきたいと思いますはいというわけでありがとうございましたはい今ジュンリー中国の演技見ました素晴らしかったです後でこのこれについてはお話ししていきますゆきゼロ一さん えー、こんばんはリプニッツカヤとコリラダが似ているのわかります二人とも身が綺麗イ長で、えー、シャープな顔立ちですよね、えー、コストルナヤも同じような顔立ちだと思いますいや本当に僕あのリプニッツカヤとコリラダがすごく似ていてですねあの兄弟かと思っちゃったぐらいですねうん。まあ、これ結構前から話題になっているみたいなんですが改めて見てもやっぱり似てますねこの二人はねうん はいえー、レモンみかんさん、えー、こんばんは、か,かぶくんが釘りを刺したはず、えー、しつこいな、多方面で人々の心を分断させるために、えー、対立を仕掛ける輩がいるようです。 本当のフィギュアスケートファンではありませんね。で、この人は羽生選手に、えー、北京オリンピックに出てほしくないのでしょうね。オリンピックに出すたさないは我々ファンが決めることではない。未来の可能性は無限です、えー。断定する言い方は先導しないでいただきたい。私たち羽生ファンは羽生さんの言葉を信用して見守り。 え待つだけですそうですね、まああのー、ちょっと僕もこの方のね言ってることがねよく分かんなかったんで、まあ、不思議だったりはするんですけどもね。うん。はい。えー、そして桃田さんありがとうございます。えー、かぶくんへ動画と違う内容ですみません。えー、昨日スマホニュースになった情報ですね。本田真りちゃんは現在佐藤の坊コーチなので、えー、浅田真央さんがコーチを通してコンタクトを取って浅田さんが えー、マリンちゃんの演技をもっと見たい、見せてよと、えー、見せてと言ってアドバイスをされたそうですよ。えー、こちらは、二十歳の約束というタイトルで、えー、スマホニュースに載ってますということなんですよね。これは素敵な企画ですね。うんあのー 素敵なアドバイスをいただけたんじゃないかなと思います。えー、まおちゃんすればねえ。佐藤信夫先生のところでしたから。まあ、あのいいアドバイスであのあったんじゃないかと思うんですけどもね。うんでえっと追伸東日本選手権までの間にアドバイスしてもらっていると思います。まあ、今回あの東京大会よりも非常に良くなったので、まあ、それも聞いていたら可能性もありますよね。うん。 ユ、えーイのややさん、ありがとうございます、えー。今ですね、キム・イエムの演技、フリースケーティングを見ている途中なんですけれども、かぶさん、ジャッジ分析お疲れ様ですね。えー、今日もまたフリーで大変ですね、えー。日本選手、みんな逆転して表彰台に上がれるといいですね。そうですね、舞ちゃんも聡子さんもね、えー、点差はそんなにありませんからね。ただ、今、キム・イエムがものすごくいい演技してます。あのー、気になっているので。うん 韓国の選手があのすごくいい感じですので、えー、まあ,あの日本選手も頑張ってほしいところですね。うん。はいえー、そして桃田さん。引き続きよろしくお願いします。西日本選手権の女子の結果を速報で入れますね、えー、ショートで3位だった荒木奈々選手がフリー115.07ポイントで合計174.23ポイントで逆転優勝しました。 2位は白岩優奈選手がフリーと合わせて合計166.92でショートと同じ順位の2位という結果になりましたショート主位の山下真子選手はミスがありフリーと合わせて165.19点で3位となりました 山下選手は残念なな結果となりましたあの荒木選手、ここに来てあの奮起ということですね、でもそこまで点数あるわけではないので、まああの山下真子選手、失敗しちゃったのかなという感じが見受けられました。えー、まあこの荒木選手も白岩選手もね、えー、それから山下選手も、僕の中では非常に有名な選手なんで、えー、まああのはいそういうことになったということで、山下選手に関しては、まあ、悔しいですね。うん はい、えー、そして、ここは大好きさん、こんばんは、ありがとうございます。これはあの先ほどのレモンみかんさんと同じ動画のですね、と、えー、ころのコメントに、えーまあ、羽生選手のことについてですね、はいで、えー、確率のことを規律とおっしゃっているので、中国の方かなということなんですよ。これ僕はあの初耳ですねあのの機密っていうのは なんかあの日本語で言うところの確率らしいですね、えー、日本語の確率は中国語で規律と書くようですから日本人は金メダルと書きますが発音重視の書き方だと金メダルなのあなるほどですね僕間違えてましたあの金メダルのアイドルのことを金メドルっていうのかと思ってましたうん違いますねはい えー、ちなみに今、キム・イエムがガッツポーズの演技をして、ーランドットを終えましたね、はいえー、羽生選手が負けはしも同然と発言したのは、えー、負けるとマスコミやアンチが惨敗、羽生終わったなどと、えー、こぞっと騒ぐからです。 羽生にとってあ選手にとって心を殺されるのと同じようなもの、それに歴代の数々のトップ選手が同様の発言をしています。なぜ羽生選手だけ批判されるのかな ?JSF の、えー、規定があるのだから、それにのっとって選考されれば良いと思います。そそそううですすね僕も本当そう思います、えー、そして羽生選選手のの場合 JSF 考基準 過去に世界選手権で3位以内を取っているとのことという条件に当てはまるので全日本に怪我で危険をしても候補に上がるのはごく自然のことですよねそうですねもうこれは僕は、まあ、全然不,あの不自然な話では何でもなく、えー、羽生選手がもし選ばれたとしても、えー、文句はないでしょうね、まあ、一方で、えーまあ、今の日本,人日本人3選手男子ね、えー、強いですのでその選手が、あのーまあ、日本スケート連盟 がですね、えー、その選手たちを決めた場合も、まあ、それももうね、あのー、あのー、そうですね、可能性はありますので、まあ、ああのー、日本スケート連盟が決めたことを、まあ、あのー、決めたことを、まあ、あのー、ね、守るしかもうないですのでね、うん。ただ、まだどう、どうなるかは、どうなるかは分かりませんからね、えー、はい。うん。なかなか、あの、難しいこと、まあ、僕は本当、4枠が欲しいですね。うん、それだけなんですけどもね。うん。 はい、えー、それではね、えー、今あのイタリア大会を見ていて、それの前半の選手が全員終わりましたんで、えー、感想をいきたいと思います。では後ほどよろしくお願いいたします。